バスタオル忘れて私に行くとき。よし、シャワーも入ったし、ちょっとゆっくり YouTube でも見るか。ちょっと匠ごめん、バスタオル取って。え、何どうしたの。ごめん、ちょっとお母さん持ってくるの忘れちゃったから、ちょっとバスタオル持ってきてくれる？あ、バスタオル、え、また忘れたの？え、昨日も忘れてなかった？ごめんね、ちょっと寒いからちょっと早めにお願いします。もうめんどくさい、だからちゃんとお風呂入る前自分のバスタオル持ってってよ。テレビ消したら怒られた時。テレビついてるけどお母さん寝てるし絶対見てないよな。消すか。よし。ちょっとテレビ見てたんだけど。え？ああ、何？見てたの？やだ、消さないで。ちょっと今お母さん見てたんだから。いやいや、完全に目つぶってたけどね、今。見てたの？ゲームのリアクションでかいとき。いや、宿題めんどくさいけど今日やらないとやばいしな。よし、ちょっと頑張って集中してやろう。いや、待て、そっち行くなって、マジで危険だから。そこは絶対行かない方がいいって、マジで。ちょっとお兄ちゃん、ちょっともう少しゲームのリアクションちょっと静かにして。分かった、ごめん。いや、だからウルト溜まってんだったら使えって、マジで。いや、もうやられるじゃん。だからさ、なんでウルト使わないの、マジで。もう少しゲームのリアクション小さめにして。買ったお菓子食べられた時。あれ、俺こないだ自分に買ったさ、じゃかりこどこやったっけ。あ、ごめん、それ俺食べちゃったわ。え、なんで食べんの、マジで。いや、ずっと置いてあったからさ、なんか食べていいのかなと思って。いやいや、今日食べようと思って買ったのにさ、マジでなんで食うの。兄弟とパンツ間違われた時。あー、お風呂入んのめんどくさいけど入るか。あれ、俺のカゴに入ってるこのパンツ、これお兄ちゃんのじゃん。また間違えてるわ、お母さん。何、どうしたの。何回も言ってるけど、だからこのパンツはお兄ちゃんのだって。あ、ごめん、これまた間違えてた。毎回俺のとこ入ってるけどさ、こんな分かりやすいパンツ、わかるでしょ。